エンゼルス、怪我人リストがヤバすぎる。トラウト骨折で長期離脱、レンドン自打球で離脱、大谷詰め割れる、で炎上、さらに怪我人リストは10人以上と火の車。もう終わりだよこのチーム。どうすんだよ。マジで呪われてるだろ。ここまで主力ごっそり離脱するってなかなかないぞ。これだけで年俸的には150億くらいか。大谷も詰め割れとるから、故障っちゃ故障。エンゼルスのメディカルって。大谷も投げられへんくなっとるやん。今年もポストシーズン無理やね。こっからズルズル負け続いて借金10で地区4位でシーズン終わりと予想。最初だけはなんかいけそうな気がするのも例年通りだしな。みんなわかってた定期。信じられないだろ。先週までは、プレイオフだ三冠王だの、防12超えだの、年間63本超えとか言ってたんだぜ。ええやん、なんの未練もなくドジャースいけるやん。レンドーン痛がってたけど、また離脱できる喜びみたいなのが顔からにじみ出てたな。大事なとこでエラーする、大事なとこで誰も打てない、残塁だらけ、そら負けるわ。なんで使えるやつからいなくなるのか。去年は6月に大連敗してシーズン終了してたからよく持った方よ。トラウトが行った時点で終戦やろ。大谷も何かがプツンと切れたようにしなしなになってもうた。打者谷は大事なところで打たないし、投手谷は微妙。どうするんやこのチーム。チームが動揺しとるんよ。オールスターまでで5割キープなんてようやっとるなんだけど、今年はワイルドカードの勝率上がりそうなのでまあ無理。ワイルドカード争いはできるから大谷にはいいんじゃないの。ロッキーズ、ホワイトソックス、パドレスの借金持ちに6に加点時点で終わってる。トラウト追っても関係ないわ。なんというかぬるま湯どっぷりって感じなんだよなこのチーム。